気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。滅亡信頼チャンネルです。今日も一日熱々でみんな過ごしていきましょう。食感を読む。何かに触れた時の感触を苦に します。発想を飛ばして俳句を読んでみましょう。畳のどこか少し暖かい、そんなような感触が手のひらに感じられてます。手仕事でもしていってやれやれと後ろ手を着いたところ、この動作で状況が見えてくる、そんな俳句です。この動画で気に合った方々、コメント、高評価、チャンネル登録と、ハートボタンを。